今までがおかしすぎた。毎日新聞、2023年4月28日、入管法改正案、衆院法務委で可決、強制送還の機能強化。当たり前や。記事によりますと、不法滞在中の外国人が入管の施設で長期収容されている問題の解決を図る入管法改正案は28日、衆院法務委員会で賛成多数で可決された。よかった。5月上旬にも衆院を可決する見通しって書いてあんねんけど、多分参院の間違いやと思うねんけど。まあ何しか。よかった。改正後は、入管の強制送還の機能を強化し、難民認定申請中の外国人は一律に送還が停止される現行ルールに制約を設け、3回目以降は申請中でも送還できるようにする。また国外退去とされた外国人を入管施設に収容せずに送還手続きを進める管理措置を創設するとしている。そうそう、さっさとお返ししてたら痛ましい事件も起こらへんねんって。自分で絶食しといて、あの世に行っちゃったとか、遺族とか来てギャギャ責め立ててるけど、あれなんなん、活動家の人たちがやっとんやろ。動画も勝手に編集されて公開されてるらしいやん。産経新聞、4月28日、活動家に乗っ取られている。入管法で立民議員落胆。立憲、あいつら赤い工作員やで。記事によりますと、立憲民主が重要法案の対応で迷走している。外国人の送還や収容のルールを見直す入管難民法改正案では、与党から修正協議で情報を引き出しながらも執行部が反対を決め、交渉役の議員の努力が無に返した。脱炭素社会に向けた GX 推進法案でも党の支持団体連合の意に反し、修正協議が土壇場でひっくり返った。 GX ってグリーントランスフォーメーション、まあようわからんけど、脱炭素って私のマインドに引っかからへん。入管法の方が興味津々なので深く調べませんけど、いずれも執行部が左派系支持層の意向を無視した結果で、左派系左の翼系やねんな。立憲の左回帰が顕著だ。入管法改正案は28日の衆院法務委員会で、与党と維新、国民民主が提案した修正案を可決した。一方、反対した野党筆頭理事の寺田学は、立憲のやつは採決後記者団に沈痛な表情で次のように語り張りました。ほぼ原案通りの法律が通ってしまった。痛恨の極みだ。お前ら立憲の考え方がおかしいねんってみんな言うてあげて。寺田ら立憲の実務者は、法案修正のため昨年から水面下で政府与党側と接触し、21日から公式協議を始めた。与党は、与党って自公、自民党、公明知っとるわやろけど、知らん人もおんねんで、立憲の主張を一部取り入れ、難民認定を判断する第三者機関の設置検討を付則に記すなどの修正案を提示した。この第三者機関言って、左の翼の勢力のやつが入り込もうとしてたんちゃうのって思ってしまうねんけど、第三者機関の検討は与党にとって大きな情報で、政府関係者は付則に入れば、検討状況は何度でも国会質問される、将来設置せざるを得なくなっただろうと漏らす。立憲推薦で参考人として国会答弁した専門家も、すごい前進とツイッターで評価した。ところが、立憲が法案対応を決めるために開いた会合では、出席者から不十分だ、支援団体に顔向けできないなどと修正に反対する意見が続出。執行部は27日、修正を蹴って反対する方針を正式決定し、結局修正は反映されずに法案はこの委員会を通過した。よかったね。立憲民主はあの悪夢の、いやいや現実地獄やったでーの民主政権の民主で、角丸枝野が作ってんねん。角丸枝野。枝野さんに
角丸というあだ名がついたのは左翼過激派角丸派から献金を受けていたからやねんけど、記事戻って、会合に出席した議員は次のように憤ってました。普段顔も出さない議員ばかりが来て的外れな反対論をまくし立てた。政治家なら一歩でも前に進めることを選ぶべきじゃないか。反対論者の多くは旧社会党系だったとして、この党は活動家に乗っ取られていると嘆いた。鳩山の幸男がミンス作った時、社会党の連中が紛れ込んでるからダメなんだって言われてたんですけど、社会党は国際組織、社会の窓主義インターナショナルに加盟する実に厄介な連中で、日本の友さんの党ともともと同じ組織やったんですよ。コミッテル国際共産党第3インターナショナルと社会の窓主義インターナショナルは第2インターナショナル時代同じ組織で、多分きっと鳩山の幸男は社会党に代わる国際組織を作りなさいって言われたんやと思うねん。で、記事は GX 推進法案でも立憲は迷走した。この問題、原発の問題とかも関わってくんねやろけど、私は今不法滞在者はさっさと返せの入管法に神経がいってるので、そこは割愛します。私たち日本国民は他の国の人たちの面倒を見てる余裕なんてないし、正直どうでもいいやん。私は戦時中までに出版された先人の書を紐解いて、歴史の真実ごそごそして Amazon Kindle 電子書籍で出版してきました。そこで知った情報を連日お伝えしているのですが、アクセス数惨憺たるものですが、みんなに知ってもらわなあかんのよ。我が国日本は資本主義国で、日米同盟があるからなんとかなっている国なんですね。お米の国のポチや言うて知識ひけらかしてるつもりのおまぬけさんいっぱいいらっしゃいますが、それは社会の窓主義インターナショナルの学者さんに洗脳されてんのちゃうのって感じやねんけど、 SNS、Twitter などで日本人であるならば保守でないといけないという洗脳が繰り返し行われてて、日本の保守論客言うてる連中が日本国民の代表をずらしていますが、あいつら社会の窓主義系ちゃうのって私は敬遠しておりました。保守って極左かカルトやもん。日本で保守論客という立場で活躍できる連中って、お隣の国、K の国、藩の国、関ともいうところの州の教のメディア、今まさに騒がれている T1 教の会で活躍できる人たち&お幸せ&天、それと州の教とは関係ないように見せかけていますが、自己啓発やスピリチュアルも連帯してんで、私は右も左も保守言うてる連中も根っこが同じのマルクソさんやな、関わらんとこうと思って見ないようにしてたんですけど、チラチラテキストで見ますよ。私のことを陰の暴論者と思われてる方結構いらっしゃると思うんですけど、実はですね、辞書百科事典に書いてあったことを自信を持って言っているんですね。この世の中ですね、盛大なプロレスが行われてて、国民が選んだという形を取らせて、資本主義をまず潰して、社会の窓主義の世界に突入させて、後に友さんにしていく。友さん共産のことやねんけど、世界を一つにワンワールドにしたい勢力が頑張ってんねん。これがええことのように思い込まされている。スピリチュアルにはまるとそんな感じじゃないですか。私はスピリチュアルってニューソートやムーモンにつながんねんな思って見てるんですけど、ムーモンおそうめんやからな。わざわざホームページにおそうめんの人もいましたって書いてあるしな。あ、おそうめんって自由なおそうめん屋さんのことを言ってるんですけど、自由フリーおそうめんメイソン。この世の中押し切ってんのはそこ。スピリチュアルはニューソートにつながるんですね。私、潜在意識の活用はすべきやって断言します。実際ですね、10代最後、20代の前半でジョセフ・マーフィー先生の潜在意識の活用法、眠りながら成功するとか読みまくったんですよ。で、会社員辞めてから、あの仕事やりたい、この仕事やりたいって思ったら、結構叶えてきたんですね。叶わないやつもあんねんけど、その代わりにもっと良かったっていう現象が起こったりして、潜在意識の活用はすべきと心から思ってて、罰ゲームみたいな人生やねんけど、それでも自分は大丈夫って思ってることがあって、お天気に恵まれている。電車で偉い目に遭うことはないとか思ってるんですよ。実際ですね、台風の時に他のスタッフの人たちは新幹線に缶詰になっている中、私は別の離島にいて、めっちゃ晴れてる中撮影できたり、カナダ12日間雪も降らへんかった。天気すぎてヘリスキー大変とかあってんけど、
自分が乗る新幹線の一つ手前で止まったんですね。一つ手前でよかった。乗ってたら6時間ほど閉じ込められてた。で、家帰ろうか、飛行機に切り替えて帰るか、タクシー乗んの。リムジン何やねん。って思ったら、別の会社の新人に近い方が半泣きになって、どうしましょう言うて。飛行機に乗り換えたらええやん。あ、一緒に行ってあげてもいいで。お宅の経費やったら。って言って、タクシー代はその方の会社持ちになってラッキーやったりね。根拠のない自信があるんですよ。大変なことの中でも大丈夫。で、ずーっとありがとう言っとけって唱えてる人が、ちょっと、それはちゃうやろって思ってたんですね。愛と感謝は大切かもしれんけど、四六時中ありがとうを唱えてた時間もったいないし、その間信号でも唱えた方がいいんちゃうかとか思ってたんです。だって、今、あの世に行かれたから言うけど、神社でお願いをしてはいけないって嘘教えとるし、願い事を叶えられないように邪魔しとるやんって思ったんですね。マルクスはええもんみたいな一行書いてあって、この人って時間無駄にさせる人よねと思ってたんです。カリスマ商法みたいやな思って。何しかですね、潜在意識の活用で自分は大丈夫。これやりたいな、あれやりたいな、これやんねーって。夢を描いといたら、そこに向かっていくので勝手に情報が入ってくる。私、いろいろ調べてる時に、締め切りまでになんとかなる。勝手に情報が入ってくる。この活動っていうのかな、真実有効を初めてですね、ある人を紹介されることになって、そのある人の会社の場所と何系っていうことだけで名前分かったことあんねん。まあちょっと変な文字が入っとったからやけど、でも私芸能者とか全然関係なくてですね、潜在意識の活用すげーって思ってるタイプで、でもジョセフ・マーフィー先生ってニューソートの牧師さんやって、で翻訳なさった方2人めっちゃ怪しかって、1人が催眠療法とか作ったマルチのおっさんで、炎天の詐欺とかあったでしょ。あの、社長と仲良し、小良しやった人、もう一人謎のおっさんがいて、大島の純一さんって今何なさってんねやろ、思って、検索かけた時、カミングアウトしてたんですよ。渡辺の正一先生やってん。T1 教の会&お幸せ御用達の教授。ああ、なるほどって思ってん。だから、スピは、入り口だけにとどめんねん。潜在意識の活用すれば夢叶うことはほんまやと思うねん。でも叶わへんこともあるよ、もちろんね。だからすげーってなって、みんなジョセフ・マーフィー先生の書籍を読んで、収納鏡とかに足突っ込んでしもて、えらい目に遭うっていうのがあんねや思うねん。稲田のともみさんが信仰している収納鏡は、教祖の谷口さんがニューソートの哲学博士とか持ってて、ニューソート運動の一つなんやろな思って見てんねんけど、水子供養を始めましたいうところで、あ、だから栄えんねんや、勝手に分析してんけど、昔教会はなぜ潰れないのかっていう項目か本かなんか忘れてんけど、それを読んだ時に恐怖で支配しているからって書いてあって、あ、なるほどな、教会ってごめんちゃいって謝りに行かなあかん、スピリチュアルって他人に優しくしないとあかんみたいなこと書いてあんねんや。スピリチュアルの勉強会に仕事で行ってきてって言われたから行って、トイレ休憩で戻ってきてから、うわもうここ嫌やわと思って帰ってきてから、スピリチュアル研究家のごとく、こいつら何言うてんやろと思って見ててんね。そしたら、他人に優しくしなあかん、他の国の人たちにもって感じやねんけど、私は日本の過去の歴史とか調べて、その優しさが命取り、お人よしは封印しろって思ってて、光と闇の戦いが今行われてるとか言っているスピリチュアルの話、これは社会の窓主義の世界に誘おうとしてるよ、みんな気をつけなはれやってお伝えしたいんです。入管法厳しくなってよかったですね。今まではおかしかったんで。